人質は異星人。地球のてっぺんに首都ぶったてで将来豪勢に暮らそうぜ。貧乏人たちの泣きっ面を拝みながらよ。ゲンチャリってなんだ、ジェネギャっていうのかな。千年ってジェネギャじゃないよね。ミレニアムギャップ。シオンは消滅したハバード星という星の唯一の生き残り。ずっと研究をされて生きてきて、外の世界を知らない、そんな生い立ちを持っていたらもう少しひねくれてもいいようなもんなのに、初めて仲間ができたっていう喜びの方がシオンの中で勝っている。そのね、考えたらちょっともう、なんかさ、ちょっと待ってくださいね。好きな囚人ランキングをつけたら、ナバルはね、一番嫌いかもしれない。ドモンの腕、この回も非常にバトルシーンが魅力的。ドモンは基本的に素手で戦っています。バカ野郎！お前が死んじまう方が、よっぽど迷惑だ。